本日は、ちょっとですね、ジャンルの方が違うんですが、UFO、これをちょっと食べていこうかなと思います。で、単純にですね、この UFO を食べる動画だと面白くない。ということで、こちらの方をですね、ペヤング化していきたいなと思っています。しょうもない動画となるかもしれませんが、この UFO を、開けてソースをですね、変えていきたいと思って、ペヤングのソースを買ってきました。これ。ペヤング。これも本当のペヤングのソースになるんで、UFO を食べるときにこのペヤング焼きそばのソースで食べたらどんな感じかっていうのをですね、今からやっていこうかなと思います。で、ちょっとですね、今お湯を沸かしているので、お湯が沸き終わったらこちらですね、入れていこうかなと思います。UFO 感が、出た焼きそばがこのペヤング感の出た焼きそばになるかですね、その辺ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ今からこれを開けて、UFO を取り出して、ソースだけ変えていきます。カバシャ、はい、で、うわあ、これが UFO の焼きそば。カバシャ焼きそばのこのふりかけはですね、そのまま使おうかなと思うんですけど、で、こちらペヤングですね、開封していきます。大砲のぎビッ、あ、はい、沸きましたんで今から入れていきます。ジーン、ジン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 、3分、待っていきたい。うわ、はい、ペヤング開けていきます。匂いをちょっと見てみますね。うん、ペヤングか UFO ですね。はい、まあ、そんな感じになります。それではお湯を切っていきたいと思います。リアクション多すぎって言われますね。はい、じゃあですね、お湯を流していきます。じゃーん、熱熱熱、片手でやったらもう死にそうですね、これ。うわ、くしゃ、UFO。 今からですね、ペヤング、はい、ペヤング焼きそばを入れていきます。ちょっと振っとくか、ちょっと振って、はい、入れます。はい、よし、このもんで、ふりかけは、よし、いただきます。UFO は縮れ麺じゃなくて、インスタント独特の縮れ感はないですね。なんかペヤングの匂いする。ちょっと一回いただいてみます。いただきます。うん、ペヤングの味はやっぱするんですけど、なんかあれですね、麺の味っていうのがやっぱりあって、麺は UFO の味がしますね。だから UFO の麺の味とペヤングのソースが絡まって、またなんか特別で、なんか美味しいですね。ソースの味が一番重要だと思ってたんですけど、あの麺の味、これがですね、あの意外と重要ですね。うん、このソースがあのペヤングの味を出すと思ってて、まあ実際のところは実は麺がペヤングの味を出してるっていうことかなと思います。うん、完全ペヤングになってないんで、これも、うん、ただ美味しい。うん、ちょっとふりかけかけてみよう。あ、香ばしい。うん、あ、美味しいわ。パスタ食べてる感じですね。パスタに、ソースをかけて食べてる感じ。うん、たまこテレビではあのコンポと一緒に食べると、やはりコンポがネタになっているので、いくらこうやってあの焼きそば食べてもコンポは映してるという感じで、コンポの神髄は忘れないです。はい、
この麺が生麺に近い。おいしい。あのマルカ食品のこのソースなんですけど、アマゾンで3本で2000弱で、売ってました。送料無料なんで3本買えて、で容量の方が 200ml なんで、かける3で、まあ、600ml 入ってると。普通のソースよりちょっと、まあ、高めなんですけど、まあ、マルカのこのソースが食べれるっていうのは非常にいい感じですね。焼きそば の, あの麺の蓋取るときに開封の儀するの忘れました。一応やっていきます。開封の儀ちょっとですね、今回ジャンルの違うものを一回やってみて、人気なかったらやめようかなと思ってるんですけど、おそらくツッコミどころ満載の動画かなと思います。とはいえなんかこうジャンクデッキもすごい楽しいんですけど、こういうですねネタも非常に、合間作れたらですね効率いいかなと思っていて、まあ、前回あのアンケートをした時にジャンルは何でもいいですよっていうあの意見もありましたんで、まあ、その辺いろいろテストして、実はこれも良かったりしたらまたやっていきたいなと思います。壊滅的であればですねもう一回でやめようかなと思うんですが、なんかいらない情報も入れたくなるこの卵テレビです。休日のお昼でした。いただきました。ごちそうさまでした。最後に、デルモンテのアーササラダと、これをちょっと入れていきます。これはあのリンゴ風味ですね。だから飲みやすくなってます。うわ色悪、こんな色。ごちそうさまでした。